はいはい、アハゴンアズセイさあ今回の沖縄観光チャンネルは2022年5月に食べに行って美味しかった沖縄の料理やベスト3を紹介していきたいと思います。来ました。グルメ企画です。もう大人気の企画なんです。 グルメはね、皆さんね、やっぱ気になりますよね。沖縄旅行に行くんだったら、せっかくだったら美味しいもの食べたいって思うじゃないですか。だけど、問題なのは、どの店が美味しいかわからないんですよね。お任せください。沖縄観光 YouTuber、アハゴマン,ンサさ食べること大好きです。普段から沖縄のいろんな料理屋さんに行って、ジャンル問わず、沖縄料理だけじゃなくて、和食もイタリアンとかも洋食もね、あとスイーツとかお酒とかね、そういったのも全部含めて、結構何でも食べたり飲んだりするんですね。その中 でここはめっっちゃ美味しかったここは視聴者の皆さんにおすすめしたい沖縄に来た時に行ってほしいなっていうお店をですねピックアップしましたもちろんねそれってこう現状あくまで現状のねお話ですのでやっぱ美味しい店ってどんどん出てくるから変わっていくのは大前提ですただ私がこの2022年5月 つまり先月食べに行ってあここ美味しかったなーっていうところがねたくさんあるんですがその中でも上位3つを紹介していいいきたいと思います結構いどろんなどん食べてるので美味しいけれどうーん次行くかどうかはちょっと違うなーっていうのは正直あるんですよ。で今回はやっぱ紹介するんだったら自分がね食べてみてめっちゃ美味しいプラス次も行きたいかどうか。 つまりリピートししたたいいかかどうかというと基準で選びました今回紹介する3つの店舗に関してはままたたた食べにいいって思いました今回食べてみて美味しくてあ次行った時は別のメニューも食べたいなって素直に思えた場所その場所のみを今回ピックアップしておりますので皆様ご安心ください是非ね視聴者の皆さんの沖縄観光の参考にしてほしいなと思いますでこれは沖縄に来る方 つまりり観光客だけけに向けた動画ではありませんうちのうちの方もね沖縄在住の方もどっか美味しいとこないかなって日々やっぱ皆さん探してる方多いんですよねで沖縄に住んでてあこんなお店あったんだ知らんかったっていうのもあると思いますそういった方にも是非参考にしてほしいんですそれでは第3位から順に発表していきますではいきますまず第3位でですす第3位はこちらです飴色食堂です 食べログの中でもかなり評価が高くてですねここは聞いたことあるとか知っている方も特に沖縄在住の方は多いんじゃないかなと思います私も前から知ってたんですが一回も行ったことなくていつ行こうかないつ行こうかなタイミング見計らってたんですよねでたまたまこの前さめっちゃ寒い日があって5月ね寒い日があってさなんか暖かいもの食べたいしかもなんかこうジャンキーなものじゃなくて 和食よりというか沖縄のものを使ったちょっと和食寄りの定食が食べたいなと思ったんですねでいろいろ探していたらあっアメイド食堂あったと思ってこの機会に行こうと思って行ってきましたでいくつかねメニューがあるんですけども私が今回注文したのはですねこちらになります県産豚の生姜焼き定食ですもう美味しそうだよねこれ絶対 い、美味しいさ。もう写真見てから、あ、これはもう美味しいなって、なんかね、視聴者の皆さんもなんかこう思ったんじゃないかなと思います。沖縄は豚肉よく食べるんですよね。まあ、生姜焼き、私はあんまりこれ生姜焼きとか家で作らないので、あ、なんかいいなぁと思って注文したんですね。はい、まず見ていきましょうえ。メインはもちろん生姜焼きです。で、ご飯、そしてスープ注目してください。スープが実は今回、カチュウ湯になってました。カチュウ油と何かというと、沖縄のね、即席の味噌汁です。 のの中に熱々のお湯を入れて味噌を溶かしてそこに鰹節を入れて食べるんですけれども風邪ひいた時とかねあのよく食べるんですよそのカチュう湯が今回ありましたでお漬物と和え物ということで香りもねこう生姜焼きの甘いいい香りがしてもう早速まずメインの生姜焼きからいただきましたお肉がジューシーめちゃめちゃ柔らかい美味しすぎるタレもし しっかりとこう。お肉に絡んでいて、口の中に入れた瞬間にこうほどけるんですよ。お肉が柔らかくてで甘辛いソースが口いっぱいじわーって広がってめっちゃ美味しかったんですね。ああ、これはちょっと来て良かったと思いました。カチューユもね。 いたただきましたお味噌はねこう自分で溶くようなスタイルになってるんですねで最初あのー、味どれぐらいの加減にしようか悩んだので味噌をなんかちょっとずつ入れて溶かしたんですけど味が淡かったのでもうドバッと全部一気に入れていただきました割と味噌は多めに入れてもいいんじゃないかなと思いますまあこれ味の好みですけど私は結構濃いめが好きだったのでもうドバッと入れていただきました何より別のメニューを食べてみたい お魚もあったんですよお魚と悩んだんだけれども沖縄産の豚肉がいいなと思って生姜焼きを選びました気になる方は予約もできますのでチェックして予約をして行ってみてください,いそうそうさあ続いていきましょう続いては第2位の発表です第2位はこちらです 運転用菓子店です2位の運転用菓子店はもうここ最近食べたスイーツの中ではもう断トツで美味しかったすんごい美味しかったはい紹介していきます特に私が美味しいと思ったのはこちらの紅芋モ,モンブランですもう美味しそうでしょうやっぱ沖縄といえば紅芋ですよ運転用菓子店何で知ったかというとなんか糸満に行こうと思ったんですよで運転してたらなんかめっちゃ さんのお店があってあいいなと思って。もうすぐ曲がってフィーリングでもうすぐ車停めて入っていったら素敵だったんだよね。で、こちらの運転用、ガス店さんの紅芋、モンブラン、紅芋はもちろん、沖縄産の紅芋です。はい、沖縄産の紅芋を皮ごと丸ごと使って作られている紅芋。 モンブランになりますベニーモモンブランにこの下の生地に注目してほしいんですよモンブランとかま例えばタルトとかって生地がですねクッキー生地みたいな生地が多いじゃないですかこちらのベニーモモンブランに関しましては生地はですねキビ砂糖のメレンゲを使った生地になってるんですよだからしょっ 食感が面白いのメレンゲのねこの生地の部分食べてみるとふわふわシュワーって口の中で溶けるんですようわ食感面白いしかも味も美味しいと思って私たちが想像しているスイーツの食感とはなんかちょっと変化球できたなと思ってこれにこうまずどまんぎましたね上のねホイップクリームはやっぱり優しい甘さにしたいということで豆乳のねクリームを使ってるんですね本当に程よい甘さ上品な味わいの モンンブランになっていますお店もねすごくあの素敵だなと思ったのがお話を伺ったところフードロスの取り組みをしてるということで地元のね農家さんを応援したいとで例えばこのフルーツとかをね作る時にやっぱりこう市場に置くことができない味は美味しいんだけれども、えー、例えば傷がついていいいてたりととかかか規格外ののフルーツというのはなかななか売れないんですよねそういったフルーツを味はしっかり美味しいからちゃんと使いたいということであんまりこう数多く作らないんですよ。 だからどうしても、今回食べたのは生菓子だったんですが、お店の中にあるスイーツとしては、焼き菓子が結構多いんですよね。焼き菓子の中にいくつか生菓子があって、その中で、私は今回、紅芋モンブランをいただきました。これめっちゃ美味しいので、ぜひ食べてみてほしいなと思います。いよそうそう。さあ、続いては第1位です。早速紹介していきたいと思います。第1位はこちらです。きなそばです。 最後はうちなそばがランクインしました。やっぱここ美味しかった。美味しかった。前々からね知ってたお店だったんですけれどもちょっとね行ったことがなくて行ってみました。私が注文したのは好きなそばです。はいあのー、一番美味しそうだったの注文しました。スープに、えー、まずトッピングがソーキと三枚肉あとねこうお肉をね切ったものとネギ。ね でかまぼこが2種類あります。1つはノーマル。もう1つはね。アーサーが練り込まれたかまぼこです。で、横にアーサーがあって、なんかアーサーのお蕎麦とそうじゃない。お蕎麦のなんかハーフアンドハーフみたいな感じでドーンと出てきました。はい、この好きなそばがめっちゃ美味しかったんですよ。久々にね。そばであめっちゃ美味しいって感動して、私が美味しいと思った。沖縄のうちのそばの中で。 ベスト5には入るぐらい美味しかったです。で、すごいなと思ったのが、このアーサ自体が何て言うんですかね、こう固まってるというか、そこまでこうわーって広がったりしないので、うまくこうしっかりと分離されてるんですよ。だからスープをまず飲んだ時に、普通のノーマルのこう沖縄そばのスープを味わえるんですよね。で、アーサーが楽しみたい時は、アーサーのところにこうレンゲですくって飲むと。 アーサ汁みたいな感じがするんですよ今回はアーサーが入ってるから七味唐辛子とかあとはこう高例グースとかはもう入れずにそのままで楽しみましためっちゃめちゃ美味しかったです今回カメラマンと言ったんですけど私はこの好きなそばを注文してカメラマンはネギそばを注文してましたこのネギそばもねもうシンプルおそばの上にお肉乗ってなくてかまぼことネギがもうどっさり乗ってるんですよ沖縄そばが自分たちの店は美味しいと そばの味に自信があるってないとなかなかこうシンプルなネギそばって出せないんじゃないかなと思うんだよねこれ仮にネギがなくてもそばの麺とスープだけでもしきなそばさんはすっごい美味しいからあ勝負ができる味なんだなっていうのがよく伝わりましたで今回ねそばだけじゃなくてジューシーも注文しましたはいジューシーです一見ねちょっとなんかアファそうに見えたんですよ味が薄いのかなって思ったんですが とんでもない食べてみるとしっかりとお出汁が効いていましただけどそんなに濃すぎないのでそばの邪魔をしないんだよねジューシーを食べてそばのこのスープを飲むともううまくマッチしててうわ最高に美味しいこうそばとセットで食べることをしっかり計算されてるなっていうのがね伝わってきました美味しかったです 好きな蕎麦さんはジューシーも美味しいので、もしお腹に余裕がある方は、蕎麦とジューシー、両方頼んでみるのがいいんじゃないかなと思います。気になる方は行ってみてください。第1位は好きな蕎麦でした。 いそうそうということで今回の沖縄観光チャンネルは2022年5月に食べに行って美味しかった沖縄の料理やベスト3を紹介しましたで今回のおすすめ店に関しましては概要欄の方にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてほしいなと思いますでは今回の動画は以上になりますぜひグッドボタンチャンネル登録通知音もいたさるグッドゥーニゲーサビラよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう ご視聴、一平二平でぴたんイイ、またやたーい